春名、な。はローマ字、JS 春名、DDH-141 は、海上自衛隊の護衛艦。春名型護衛艦の一番艦。艦名は、春名山日並、旧海軍の混合型戦艦。春名に続き、日本の艦艇としては二代目。本艦は、日本初のヘリコプター搭載護衛艦、DDH であり、5000トンクラスながら、 ヘリコプターを3機搭載運用できる点が最大の特徴である。このような艦艇は発展改良型の知らね方を含め現在に至るも世界唯一と言ってよく日本の特殊な傭兵思想を色濃く反映している。装備面での特徴としてはヘリコプター運用時に姿勢を安定させるためのフィンスタビライザーを自衛艦で初めて装備したほか、 揺れる艦上における飛行作業の安全、効率化のため、着艦高速装置、ベアトラップを初めて装備した。なお、混合型護衛艦、イージス艦が登場するまではこのクラス、白べ方含むが、開示最大級の護衛艦であった。春名は、第3次防衛力整備計画に基づく昭和43年度計画4700トン型。 ヘリコプター搭載護衛艦2401号艦として、三菱重工業長崎造船所で1970年3月19日に寄港され、1972年2月1日に浸水、1973年2月22日に収益し、第一護衛隊軍に直轄艦として編入され、横須賀に配備された。 1974年11月9日に発生した第10猶丸事件の際には、積み荷のナフサやプロパンの爆発による二次災害を防ぐため、春名を機関とする臨時処分部隊が災害派遣出動し、11月26日に護衛艦、高槻望月、餅月、雪風と共に処分現場に派遣され、 翌27日から28日にかけて、海没処分するための射撃を実施し、第十遊用丸を沈没させた。同年11月27日、第一護衛隊軍令下に、第51護衛隊が新編され、同日付で収益した、護衛艦、比栄と共に編入された。1975年7月、本州南方で、護衛艦、比栄、秋月。 潜水艦、マキシオ、ナルシオとともに、アメリカ海軍との合同体潜水艦船訓練に参加した。1978年7月3日から8月17日の間、護衛艦、ヒエイ、潜水艦、クロシオ及び P-2J8 機とともに、ハワイ派遣訓練に参加。1981年3月27日、第二護衛隊軍令下に、 第52護衛隊が新編され、同日付で収益した護衛艦、クラマと共に編入。低傾向が佐世保に転籍。1982年11月2日から12月2日の間、護衛艦、白根、朝風及び P-2J8 機と共にハワイ派遣訓練に参加。1983年3月30日。 第52護衛隊が廃止となり、第2護衛隊軍直轄艦となる。1984年3月30日、第3護衛隊軍に直轄艦として編入。1986年3月31日より、三菱重工業長崎造船所において、フラム改修に入る。この改修により対戦創作能力、股艦防空能力、戦闘式、情報処理能力、 電子戦能力が向上し、管令は8年延長された。このフラム回収作業は1987年10月31日に完了し、第三護衛隊軍機関に復帰した。1989年6月16日から9月6日の間、護衛艦、島風、峰幸と共に、米国に派遣され、日米合同演習レディックス89から 4A に参加。 1990年、艦隊兵用合同演習に参加。1995年6月15日から9月5日の、間、護衛艦、沢風及び、P、P-3C3 機と共に、米国派遣訓練に参加。1997年6月9日から9月3日の、間、護衛艦は、和、紛り、妙、孔及び、P、P-3C5 機と共に、 米国派遣訓練に参加。1998年3月20日、定型校が舞鶴に転籍。同年10月13日、韓国釜山で実施された韓国建国50周年、記念国際観艦式に護衛艦、瀬戸、義理、明王、甲と共に参加した。1999年2月18日、舞鶴港停泊中に高性能 20mm 機関砲。 CIWS の発砲回路試験中、実弾2発が、富士発射され、同行東の青葉山付近に着弾した。同年3月24日、能登半島沖不審船事件において、初の海上における警備行動が発令され、護衛岸、妙光、阿武熊と共に出動、不審船に対して警告射撃を実施した。2002年2月12日、 テロ対策特別措置法に基づき、護衛官、沢風、補給官、時和と共に、インド洋に派遣。同年6月まで任務に従事し、8月7日に、帰国した。2003年7月15日、テロ対策特別措置法に基づき、護衛官、当時、朝霧、補給官、ドアダと共に、インド洋に派遣。同年10月まで任務に従事し、 11月19日に帰国した。2004年、艦隊平洋合同演習に参加。2007年8月21日、ウラジオストクのロシア太平洋艦隊基地を親善訪問した。到着の会見式典は、金閣湾で行われた。2008年3月26日、護衛隊改編により、第3護衛隊軍第3護衛隊に編入。同年、 艦隊平洋合同演習に参加。2009年3月18日、除籍。走行程は959,652.1マイル。地球48周。月往復2.3回に相当。ヘリコプターの装着艦回数は55,013回。総飛行時数は21,927時間であった。2007年12月14日に発生した護衛艦。 白根の火災事故により、防衛省は損傷した、白根の式通信系統をすべて交換修理しなければ、ならなくなった。見積もりの結果、白根の式通信系統の心臓修理には多大な、時間と費用がかかることが判明したので、当初、防衛省は損傷した、白根をそのまま退役させ、退役予定の春名を延命することを検討していた。しかし防衛省は、 春るの艦隊の老朽化を鑑み、最終的には退役予定の春るの CIC を知らねえ移植して修理することに決定した。その後、春るの CIC を流用して修理された知らねは運用に復帰し、春るは予定通り退役し、その後解体された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。